はい、ということでね、この待ちに待ったラブニカのギルド、プレリ行ってきてワンボックス買ってきました。ええー。そりゃそうだろうな。まずあの、その反応だろうな。久々やろ、こういうとこにいるの。あ、確かにね。だから、なんなら、初だよ、普通に。あ、初はないわ。ずっと待機と俺だったもんな。そうそうそう、まあ、横にいたけどね、俺常に。確かにね、喋るのお前ほんと久しぶりだな。そうだね。お前最近ちょっと強くなったらしいじゃん。そうなの？開けてたから。間。ということで今からこいつを向いて楽しんでいこうと思います。ない、欲しいの？ない。欲しいもんない時のボックス開放とつまんないものないよ。なんかないの欲しいの？ユメクイ？トロフィー？あの超弱くなった青ハルク。トロフィーいらないの？トロフィーいらないでしょ別に。トロフィーいらない。うん、俺も正直ね、スタンダードじゃそんなに強くない。そう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 。で別に欲しい時は値段下がってるしっていう、っていうので、今のところ欲しいカードは特にございません。はい、じゃあ、まずじゃあこいつから頼むわ。で、俺がこれを向いてる間、大輝は次のパックを向いててくれたっていう。それ自分で取ってよ。なんでそんなことができないの。じゃあ1パック目、記念すべき1パック目はなんと、レアは8ファクトだ。アーティファクトで、デン、彩色の灯籠。これはこれ強くないこれはそのラブニカのさ、解禁の時にさ、多分強いだろうなみたいに言ってたけどさ、結局最後まで強くなかったから、ね、はい、2枚目のレア青い出たー。いや、弱いっしょこれも。弱い。あ、でもさ、これさ、出た時にみんななんかこれ起動コストかかるとか弱すぎだろうとか言ってたけどさ、これなかったら逆に強すぎるだろう。あ、これもう今原さんしかなくない？神話だったら、あ、レアだから今原さんですね。強い。どうだろうな。でもモックスとかがあるから今、安いレジェンダリーはそれだけで価値あるかもしれない。はい、あ、めっちゃモン綺麗。何これ、ショックランドかと思った。え、モンってさ、今回2種類。あ、2種類あんのか。表モンと裏モンが。なるほどね。表モンと裏モンね、入り口と出口ってこと、うん、そうだね。あ、なんか裏口みたいな感じの。これは表でしょ、わかんないけど。モンっぽい。こいつはハンコン兵士か、噂に名高い。赤い、あ、オレリアじゃない、かタージクか。タージクはいい。あー、オレリアだー。強いの？死は出たけど。俺は結構強いと思うかも。わかんない。結構絶妙なラインです。フェニックスいい？そう、フェニックスがいるからね。フェニックスでいいんじゃないかって思うけど。はい。光ってる。光ってる。あ、ある。灯籠フォイルじゃん。いいじゃん。これ EDH 民とかに価値あるんじゃない？で、レア、青い。ニブミゼットとか。違う、3号。何これ。うわー、こいつか。リミテル強いやつね。リミテでまあまあそうだね。正直そんな強くなかった。いやいや、だからそうだよ。そんなに強くなかった。だって別にただ除去してるだけでしょ。その一効果。てかショックラウンド出てないね。フォイル。ビタル剣。あ、タフ1生物だ。タフ1生物は弱かったな。モッシャー弱え。ちょっと待って、このボックスまずい香りがするぞ。あ、ショックラウンドがあるから。今のところでも神話まだ1枚か。1枚。あれ神話ってさ、高いの何ある？あれ俺には一番高いんじゃないの？あ、デーモンか。タージク、あ、違うわ。あ、タージクだ。タージクもいい。タージクめっちゃなんか神々しいね。光ってないのに光って見えるわ。場外が何が強いの、ね、ああ、そのダメージがあれか。腐りました、死ぬい。確かに。今日もね、クラリオンで死ななかったわ。あ、春章。春章。でもこれ対象取らないからフィズルらないのね、その墓地のスペルが。春章が強すぎただけだね。うん、そうそうそう。強いと思う。もう俺も強いと思う。俺それ強いと思うわ。ああ、これね、これね、怒鳴りつけね。そう、怒鳴りつけで、うん、ちゃんと再活がついてんのよね。うん、ただその、うん、まあ、どうもさせてくれないと思うけど、一応もう一回打てるから。どうしよう。まあでもハンド捨てたらね、そこの3ドローの意味がちょっとなくなっちゃうから。俺も最初強いかなと思ったけど、なんか微妙な香りが。違うわ、出たー。これはね、ちょっとね、唱えたいスペルがね、10マナの力のなんとか、ね、頂点でって感じだけどね、唱えたところで。そうそう、ショックラン出てほしい。お、来た。あ、出た。お前が欲しかったやつ終了。夢食い虫。夢食い虫。こんなやつやん、これ。あんま強くないと思う。ただやっぱりその瞬速タイミング出てきてさ、ちょっと盤面に触って、あとまあドローもよくできるから、コントロールとかは心あたりでなんかその逆転を狙いたいからさ。緑 R 何。あー、出た。3つ巨大化。雑な巨大化ね。これ結構リミテで、ふざけんなっていうのあったの。
ただ全部そのふざけんのはあのあれ4マナ以上カウンター、あーなるほどね、あの軽蔑的、そうそう軽蔑的な一撃で今日騒げだからマジで強いな、うん、ただねデッキにこれ今日ね3枚入ってる人いてね、それはさすがに俺が切れそうになった。何これ、ちょっとかっこいいんだけど、まあ強いよね、殴るとき全員プライチするんだよ、え微妙じゃない、結構それで、あーまあでもこいつも含まれるのか、うん、ハイデレアは赤い、何この小学生が描いた絵みたいなの。あーなるほど、スペル唱えるたびにプライチカウンター乗ってって、赤ね、赤いスペルで外すと3マナ出ると。でもこいつ無限にでかくなっていくわけじゃないのね、3個までなのね、弱いよそれ、ずっとでかくなってくるよって思うけどね。はいレア、お青いゴミ正気泥棒、3枚見て1枚だけ追放、こんなもん殴れるかよ。あーでも3枚に引こうか、じゃあいいかな。で別にあれだよね、あのゴンティと同じようにずっと使えるんだよね、ゴンティも強いね。どうでしょう、フォイル、おセレズニアロケッツからの、お来たんじゃない、チョクランド、じゃあじゃあじゃあトロフィーが M?M って何、あいつか、うわリッチリッチ、これは雑すぎる強さでね、ドローが全部あのブレストみたいになるっていう、ちょっと使えない、弱いことはないからさ、なんかそういうミッドレンジには入るんじゃない、出た分割分割、全部残念でしょ、あの5点、あ違うわこっちか、これやばいよねこっち、あの火力版スフィンクスリベレーションなのよ、ね、そう、なんかこれは原因が強かったな、うん、まあでもこれちょっと X 以外がね重すぎるような4つしかもない、あちょっとこの昆虫めっちゃ綺麗じゃない、今気づいたけど未読は、うん、でも待って、ショックランド引いてねえじゃん、やばくない、やばくない、出た、これちょっとやばい、後半で一気に来るか、巻き返すしかない、ショックランドでもフォイルになる可能性あるから、まあそうだけど、ただねこれ引けてよかった、ね、あそうだね、うん、これだけよかった、それしか欲しくないです、ね、ないそれしか欲しくないです、畳めこっち、後半に続く、後半続く、先生回復お願いします、後半戦、後半戦、いやもうショックランド出てないけど、出てない、ショックランだったら何が欲しい、ない、あー陣の庭だ、俺陣の庭だけね、なぜか3枚しかないんだよね、でもそのなぜ3枚しかないかっていうと使わないからだよ、ミドシロだから、俺は引いてもしょうがないという、出たー、これ何シンボルっていうの、6個は、6は、うん、何語なの、そもそもクワトロとかさ、トリプルは、まあ、一応スペイン語とかラテン語とかそっちだよ、ね、あじゃあ6は何、6は何、うん、多分6はでもさ、その誰も知らないよ、5がさ、あのああペンタゴンとかのさ、6はなんだっけ、6層ヘキサ、ヘキサ、ヘキサゴン、ヘキサシンボル、ヘキサシンボルみんなこれ聞いた、これヘキサシンボルっていうらしいよ、ヘキシン、ヘキシンすごいなんかしっくりくるヘキシン、てか待って、ショックまだ来ないんですけど、何これ、やべえじゃん、それはあのライブラリーから、あああーなるほどね、よくある、はい、あんま使えねえよっていう、はい、だからこれさ引いたカードもさ二度と使え、でも一応自分で、ね、割れるんだよ、なるほどね、しかもこれプレイできないから土地すらも置けねえんだ、えプレイじゃないの、いやだからプレイできないだから、あじゃあでもライブラリートップのそう土地は置けるから土地置いて、うん、なんか唱えて、その代わりだからトップが土地だった時に次のターン引いた時はもう永久に置けかわいそう、俺それだから初心者がそれで、あ待って来たんじゃない MM R がごめん、いらねー、1マナ2マナ3マナリアニメート、それはなんかそのシステムクリーチャーをさ、うん、まとめてなんか無限マナみたいな、だからそれさ、なんかもうただ得しようってしてるだけで別に勝とうとはしないよね、もうもはや、青い青い顧問最大高度からの R2 マナ22警戒、なんか普通に雑に強いんだけど、でタップするとなんか、あそれ強いでしょ、これさなんか雑すぎない、あのレジェンダリークリーチャーこの選手、そう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 、なんでこれこんな強いの、強くないですか、強いけど多分なんか使われない香りがするんだけど、あ緑緑ってことはセレズニアの、セレズニアのスペルとか絶対弱いっしょ、ほら見ろよまたこんなん来たよ、セレズニアの流星、いらねえ、しかもこれ X 数かパワーじゃなくて、弱え、パワー参照させてくれよせめて、ミニ、おっ、あこれは強いね、これ使いたい、うん、これはちょっと俺もねいいなと思ってたから嬉しいね、強いダブルマスターと違ってあの2体目出したんですよ、マスターアタック、そうそうだからあの出た時だけマスターアタックだったもんね、もうそれが知らなかったよ、出た分割残念カードこちら、
採取採集、あ、なんか五感いいね。採取採集は墓地からクリーチャー2体ハンド戻すのとで、1体の上にプライチカウンター2個置いてもよいと。はいはいはい、あ、全除去か。おお、リミテで強そう。弱いっしょ。だって6万だよ。お話になる。この虫マジ綺麗だね。小学生とか喜びそう。ショックランド出てねえんだけど。やばくない？やばくない？ちょっと待って待って。うわー、ちょっと強いけど。それは強いと思う。別に今欲してない。こいつが死んでも誘発はするからね。あ、親分から出てくる人送るの。ここ置いとこう。緑。これ待って、神話だったらやだな。トロスターに。トロスターに。トロスターに。神話できた。トロスターにはどうですか？一応全員プライチプライチだから。でも別にこのさ、スタンでさ、こんなもん除去するの簡単じゃん。あのブラスカの侮辱打てばいいだけだ。まあでもトークン残るのか。トークン残るんだよ。単体除去にも一応強いよっていう。ラッパから持ってくれる。でもやっぱり微妙じゃないですかね。で、分割反応反射じゃないわ、反応反省だったわ。反応反射だったらよかったのよな。5点か追加戦闘？そうだよ、まだ俺のバトルフェーズは終了してない。なるほどね。あれ、バーサーカーソウルか。あ、でもちょっと強くない？左が強いんだけど。まあ、左がね。うん、5点で、ね、5点で結構死ぬぞ、いろんなものが。ライダーとかちゃんと落とせるってな。そう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 。ただなんか右が6払ってそれかって感じだよね。ショック来いよって、なんかだんだん欲しくなってきたぞ、ショックランド。R の。出た。お前あれさ、動画でさ、あたかもさ、強そうに使ってたけどさ、あんだけ戦闘さ、なくしたら、それはそれぐらいの恩恵あるだろうとしか思わないんだよ。いや、だから殴れないやつをでかくして殴れるに。いや、それだったら、そう、だからあいつ、ベナリア軍司令だし殴れよって思うけど。死んじゃうからあいつ。で、あ、すげえ。超豪華。2マナ11、2段警戒トランプル。パワーをなんとかしたい。そうそうそう。なんとかしてパワーを上げたい。1でも上げたらもう化け物だからな。なんとかしてパワーを上げたい。ショック出ねえんだけど。そろそろ出るでしょ、さすがに。ショックは出ない。あ、出た、よかったよかった。いや、よくねえんだけど。で、緑、青、お、蒸気口じゃないわ、湿った赤だった。湿った赤でも、一番高い。多分一番高いんじゃない。うん。湿った赤なんか、マイクラスト近いの。近くないでしょ。こんな感じなのか。前はなんかもっと、なんか、まがまがしいというか、ここが湿った赤だっていう感じだったけど。違う。なんかこ、基本地形、およかった、連続ショック。ショックらしい。ショック緑だから、お、ジーノには来た。めっちゃ綺麗じゃん、これ。やったじゃん。え、なんか空中要塞みたいなんだけど。根の達するところに人員は立つのです。人員って俺知ってる限り大体そんなところには立ってないんだから。お寺だからな。もう一枚ぐらい来い、頼む。ショックラッシュ。ショックラッシュ。違う、赤い。赤い伝説ってもうタージックかあれしかないんじゃない。え、二枚目。あ、違う、フォイルタージクだ。イエーイ、かっこいい。待って、こいつ、フォイルになると入るな。なんかめっちゃ、もともと光ってそうな感じだったからさ。白い、R の、何これ。でも、寺院の庭後ろに書いてあるから、実質寺院の庭なんじゃん。原因するたびに2マナ払うと、俺、なんたらのたびに何マナ払うとどうこうっていうエンチャント、大体嫌いな傾向がある。マジで。4マナで一応、ハンコン出せるぜ。ハズレ引いたー。ショックランドじゃないハズレ枠ね。あ、でもこいつ一応アンタップインなんだ。で、まあ、2マナかけてマナ生むと、プライチカウンター乗ると。乗ると。まあ、要は実質1マナに対して、プライチカウンター。うん、何のデッキに使うんだよ。だってこれ1ってさ、あ、まあそうだけど、1増やしたところでさ、そのアグロだったらこんなことしてる場合じゃないし、ヘビもいないしね。そのミッドレンジだったら、別にそんなことでちょっと上げてもしょうがないしだした。ちなみにそれでヘビ唱えたら2個乗って出てくるの。そりゃそうでしょ。そういうこと。だって、それ以外なんか解釈しようある。ヘビの能力は常在だからね。あ、フォイルのなんだろう、アンコモンデンギルドメイシ、イゼットギルドメイシ。これでもさ、 1X でソーサリンさんとコピーでしょ。さ、ウィザードのさ、ウィザード稲妻ってあれ、3マナ扱いだよね。点数で見たマナコストだから。そう。軽減されたマナってさ、3だよね。軽減されたマナは、そうじゃん。だスタックに乗ってるときは、唱えるときは1マナだけど、そうだね。じゃあダメだ。あれが1マナでコピーできなかったら、こいつウィザードだからさ、あ、そういうこと。めっちゃ強いと思ったけどさ、そういうのもない。稲妻できた、ね、出たー、トロンを。もう本当に本当にこの世からおさらばさせるカード。これすごいよね、土地でもいける。
ていうさ、これどっちもいけんの？そうそう、やばいよこれ。え、これ強いじゃん。これあのどんだけトロンをいじめたら気が済むんだってぐらい最近いじめてるわけよ。あ、でも見ないんだその代わり。見ない。あ、まあまあ、そうそうそうだけど、当てずっぽで当てて、うん、全部成功するだけ。うん、フェニックス入ってるでしょ。フェニックス、そうそうそう。なるほどね。でもトロンとかその逆にキーパーツなかったらさ、もうどうせ機能しないからデッキとして、バラクーダもしれない。そうそう、バラクーダもしれない。あ、そうだ。あ、なにこれ。うわ、絶対あの弱いゴルガリの伝説じゃん。あの虫いっぱいばらまくやつ。俺がさっきから褒めてる虫出すやつ。強いじゃん。いや、マジ弱いっしょ。兄さんはやばいね。うん。6マナ兄さん。で、まあこの能力もダブシーに要求して。何体出たら適正？え、これでしょ？これ、4はね、ない。でも待ってよ、これさ、接種も何にもないでしょ？多分虫。え、もう5でしょ、適正は。綺麗なんですよ、うん。5は出ないと割に合わない。だってあの、スズメバチとか考えてみ、女王スズメバチとか。あれから考えたら5は欲しいだろ。厳しいんだ。あ、ラスパック、ラスパック。これか。あ、そう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 。え？これでしょ？あ、そうか、ごめん。あの、こいつの存在を完全に忘れてたわ。あ、じゃ終わりじゃん。終わりー！ただ2枚少なくない？え、そんなもん。まあでもこいつらが適正と言うんだったら適正、適正なんだろう。3ぐらい出ると思ったけど。え、俺もそうだよ。だって大体今までタルキールとかさ、向いてきたらさ、2ってことはなかったもん。これ、捕まされた感あるな。捕まされた。うん。とりあえずトロフィーはなかったね。ないな。神話ソートは？ああ、そうだ。気になる神話ソートは。ユメクイと、クロスターニと、なんかそういうの。結構あるでしょ。そんな忘れないでしょ。ああ、ごめん。あ、これだ。神話。神話。神話。あったあった。あ、でもオレリアさ、一応、多分トップ高いよね。神話レアだと。だから、まあ、だって俺2000円ぐらいで見たからさ。あの、デーモンと何だよ。俺、見たときはデーモンより高かったけど、絶対デーモンの方が高いと思うよ。あと4枚使うか。ということで、あ、でもさ、冷静に考えたらさ、これ別にさ、多分標準より俺上、あ、でもそっか。いや、でもショックランドが3、4枚出るから、神話は多分いい方なのよ、これ。まあ、神話が当たり少ないから、ね、うん。トロフィーは。って言って、必死にこの傷をあの、ちっちゃくしようとしてるけど。まあ、っていうことで、まあ、ボックス開封でした。あの、いや、俺の方がひどかったよっていう人いたら、ぜひ、あのね、コメントか何かください。そうだね。俺のすげえぜ、うん、俺のすげえぜっていうね、あのできたら下自慢してほしい。上自慢は全然聞きたくないんで。はい、ということで、あの最速ボックス開封でした。最速じゃないまた見てね。